ワクしますよね。ありがとうございます。なんかこういうきっかけがあったの、これで歌おうみたいな。いや、あのですね、エレキギターも実は私まだ1年ぐらいしかやっていないというのですけれども、ちょっと元々演劇などをやっておりまして、それでアニメが好きで、ちょっとコスプレをしてこういうのやったら面白いんじゃないかなって思いますし、あと全世界に発信するにはこういう方がね、あ、今外国人の方とかがコスプレのイベントよく言いますもんね。そうだ、多いですね。こんなライブとかしてでも写真撮られるんじゃない？いや、かなり撮っていただけますよ。ね、はい、チームで見せてください。みんなマジでカメラで撮られてますからね。はい、でそんな板谷さんなんですけれども、実は滋賀の歌を作って歌ってらっしゃるということで、これはなんかゆかりがあるってことなんですか？皆さん、あのですね、あの広島県が生まれで、今東京に住んでいて、実家が2年前から滋賀という形で、そういう馴染みなんです。最近でこう滋賀に、はい、まあいろいろ愛着湧いてきてありまして、まあ、でまあちょっともともとあんまりよくわからないまま来ちゃいまして、まあ、でちょっと琵琶湖しかないみたいな印象を受けるような発言をする人が多いんですよ。そんなネガティブなのはダメだということで、あのもう滋賀のことをいろいろ調べて1番から22番までいろいろ見てよ。22番そうなんですよ。違うので22番まであるんですよ。そうなんですよ。で、例えばこれが13番ということなんですが、13番で、日本最古のマザーレイク、浮かぶ希望、猫は城から離れないで、海水が行く、水と祈り届け、重要文化財、全国4位、守ろう、滋賀、滋賀、滋賀。叫んでる。思いがこもってますね、これね。熱いですよ。いいですね、いろいろ表情で貝つぶりが出てきたり。そうなんです、ね、これ猫は白でこれヒコニャンですね、きっとね。あー、なるほど、こういった感じで22番まで作ってらっしゃると。他の歌詞も気になりますね。ぜひ聴いてみたいですけど、今日は実はですね、実際に1曲歌っていただくということで、ではスタンバイの方よろしくお願いいたします。わかりました。でこちらの22番まであるというお話をしましたけれども、これ実際 CD になっておりまして、こちらなんですね、はい、これがあのご自身のホームページの方で、ネット販売ですとか、あとライブ会場の方で販売もされているということですので、気になる方はチェックしてみてください。チェックしよう。では参りましょうか、板谷亜子さんで滋賀の歌16番です。大好きです。あ、そうなんですか。これお正月もたくさん食べますか？
今日ももちろんですし、今朝も食べたんですよ。はい、一人でずっとこうチッチッチッ。どうやって食べるの？いや、あのもう普通にもうシンプルに、私何もつけずに食べるのが好きなんですよ。何も焼いただけ。もう焼いただけでこう。美味しい。ごめんね、イメージがもうこの格好で年を食べてるイメージしか出てこないもんね。ね、いやでもさっきのも美味しそうでした。すごいコチュジャンとかの、ちょっとやってみてください。おすすめです。食べましょう、はい、取りましょう。ちょっとだけもう少しメッセージ紹介し、あとね、はい、草津市のかすみそうさんね、お餅を素揚げにしてめんつゆで大根おろしをかけるっていう揚げ出し、これも美味しそうですよね。他にも安市のクロス、白熊さん、双子ママさん、前原さんということでね、たくさんいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、それではですね、まあ、週間天気ちょっとね、まあ、最後に見ておきましょうかね、はい。なんかまた天気予報では今日ちょっと穏やかでしたけれども、明日以降北部では雪マークが出てまして、週末もちょっと寒そうですね。見てください、金土あの最低気温がもう氷点下2度、氷点下1度ですから、ね、あの雪マークを見るとドキドキするんですよ。結構寒くなりそうですけれども ね、ちょっと覚悟しておきます。あ、ほんまに気をつけていただきたいと思います。なんかちょっとね、あの年明けて油断したからね、体調崩す方も増えてるということで、ドキ、あれ、ね、ドキ、あれ何ドキ、昨日ね、給食が始まったんですけど、はいはい、ちょっとホッとするとね、なんか風邪、あ、ちょっと調子悪い気はいました、こんなところに。皆さんも気をつけてください。インフルエンザもね、気をつけてください。元気です、元気印そうやもんね。